自分で考える時間を持とう。池上彰。私たちが日頃接している情報はどれも編集されています。編集というとなんだか難しい作業のように思う人もいるかもしれません。でも実は私たち自身も日常的に編集という作業をしているのです。例えば、 あなたたが面白い体験をしたとしとます。それを周りの人に伝えるときその出来事をどんな順番でどのように伝えるとよりわかりやすくなるかを考えながら話しているはずです伝えたいことを頭の中で編集することでわかりやすく相手に伝えられるのです私たちが日常的に接している新聞や 書籍、テレビ番組、インターネットの情報も同じように編集されています。ここではテレビのニュースを例に考えてみましょう。朝のニュースは会社や学校に出かける前の人たちに向け、前日の夜までに起きた出来事と当日の予定を中心に伝えます。一方、夜のニュースは 仕事帰りの人たちに向けた政治や経済、国際問題などの話題が多くなります。深夜のニュースでは夜に行われたスポーツの最新情報が入ってくるでしょう。同じ放送局でも時間帯によってニュースの扱いは異なるのです。また同じ時間帯でも放送局が異なれば扱うニュースは違ってきます。 経済を大きく扱う放送局もあれば、スポーツを重点的に放送するところもあります。さらに、東京の放送局と大阪の放送局では、取り上げるニュースの項目も違います。プロ野球のどの球団を大きく取り上げるかも、地域によって異なるでしょう。これらの違いに加え、各担当者の判断や、 時には好みによっても編集の仕方は変わってきます。だからといって、そのニュースが間違っているわけではありません。人間のすることですから違いが出るのは当然なのです。ただ、あってはならないことですが、時にはミスから誤った情報が入り込むことや、どちらかの立場に肩入れした情報を伝えることもあり得ます。 近年ではフェイクニュースという事実無根の偽のニュースもインターネット上に出現し社会の混乱を招いています大事なことは大量の情報に押し流されずまずは情報を疑ってみること情報を見たり聞いたりしたらすぐに鵜呑みにせずこの情報をどう考えたらよいだろう自分なら 違う取り上げ方をするかもしれない、などと自分で考える時間を持つようにしましょう。また、一つのメディアのみではなく、複数のメディアに当たることも情報を整理し、冷静に考える助けになります。こうして情報を注意深く受け止めるようになると、今度はあなたが情報を発信する立場になったときに、 間違った情報を伝える危険性が薄らぐのですニュースがどのように編集されているか具体例をもとに考えてみましょう編集の例1ニュース項目の選び方 A20 時45分甲府放送局1台風10号 県内各地で備え2まる県庁災害訓練を実施3三角駅で郷土文化発信へ4四角町で納涼祭5子どもたち自身で考えた交通安全 B 二十一時全国放送1〇〇首相中国訪問2台風10号明後日上陸か3有効求人倍率改善へ4クロマグロ国際会議 活用警察庁が初の実証実験ニュース番組の時間内に伝えられる情報には限りがある制作者は毎日100本以上のニュースに目を通すが実際に番組で放送するものは10本程度だというこれらはある日放送されたニュース項目だ それぞれどのような基準で選ばれたのか考えてみようヒント AB それぞれのニュースが放送されている時間や地域項目に注目してみようここがポイント1情報を受け取る時はそれが発信者の手で 取捨選択されたものであることに気をつけよう。編集の例2。2重点の置き方。A 新聞。〇〇百貨店。8月売上高。前年比27.8%減。B 新聞。 〇〇百貨店の売上高前月比7.4%改善右はある百貨店の売上を報じた新聞記事の見出しである A 新聞は売上高の減少を B 新聞は売上高の改善を報じているが実はこの2つの記事は全く同じ日の 長官に掲載された。どうしてこんなにも違う内容になったのだろうかヒント。B 新聞は前月の数字と比較して記事を書いている。A 新聞はいつの数字と比較をしているのだろう。ここがポイント。2。同じ事実でも、 発信者がどの要素を強調するかによって情報の伝わり方が大きく変わることがある。編集の例3統計や調査の方法 A ニュースを読む見る媒体10代以上の男女1万231人に インターネット上でアンケートを実施。B、毎日の生活に必要な情報を何から得ているか。16歳以上の男女3480人に個別面接調査を実施。有効回収数1954人。 右のグラフはニュースを読むときどんなメディアを利用するかについてアンケート調査を行った結果だ A と B ではインターネットを選んだ人の結果に大きな差があるがそれはなぜだろうかヒント A、B それぞれの統計の取り方に着目してみよう ここがポイント。3。統計調査の結果は調査方法によって大きく変わる。誰を対象に、どのように調査されたか確認しよう。